その QS World University Rankings 日本はどうなってるのかっていうのを見ていきましょう。アジア見てみましょうか。じゃあだからアジアナンバーワンは、始まりました。もちゃちゃんです。さあ今回はですね、世界大学ランキングというのを発表していきたいと思います。 QS クワクワレリシマンスですかっていうとこなんですけど、ちなみに YouTube で検索しても全員 QS って呼んでましたね。誰もクワクワレリとかですね言ってる人がいなかったんですよ。でその QS World University Rankings というのが発表されていると、2004年からやっていて、その最新版の結果を発表していきたいと思います。世界大学ランキング2022というですね、2022年用ってことなのかな。上位1300大学をランク付けするものと、 QS 社のメインのウェブサイトである Top Universities で、その1位はマサチューセッツ工科大学です。はい、 MIT ですね。あ、しまった、いつもやるボケ。マサチューセッツ工科大学ですね。はい、マサチューセッツインスティテュートオフテクノロジー。僕は寮に泊まったことがありますね。昔東大卒で MIT に入った人がいたので、寮に泊めさせてもらったことがありますね。で、あとはトフルを教えてた人が入りました。 MIT にですね、慶応から MIT 入りました。2位がオックスフォード大学、イギリスですね。 University of Oxford ですね。まあ超有名だですね、ここも。そして第3位がスタンフォード。スタンフォード大学、スタンフォードユニバーシティですね。はい、カリフォルニアにある最強の大学ですね。前にサブチャンネルの方かな、から入った方は紹介しましたね。で、次が同率で、ユニバーシティオブケンブリッジ、ケンブリッジ大学。まあ、ここも有名ですね。まあ、自分自身、オックスフォード・ケンブリッジツアーっていうので、イギリス行った時はツアーに参加して、オックスフォードに行くのとケンブリッジに行くバスで行くんですけど、両方ロンドンから行くツアーに参加したことがありますね。まあ、どちらもすごい伝統的な大学って感じでしたね。そこでね、IELTSの公式の参考書を買いました。で、次第5位がハーバードユニバーシティですね。ハーバード大学ですよ。ハーバードが5位、なんか昔はね1位っていうイメージでしたよね。で、ハーバードと MIT は同じ、歩いていきますね。私はこれ何度もいろんな動画で話してるエピソードですけど、 MIT からハーバードまで極寒の中歩いていって、本当に死ぬと思いましたね。バスに乗っていくべきでした。で、次がかつていろんな動画で喋ってると思いますが、カリフォルニア工科大学、カルテックですね。カリフォルニアインスティテュートオブテクノロジー、ビッグバンセオリーのね舞台となっている場所です。そして7位がインペリアルカレッジロンドンですね。はいはい、これも超有名だですね、イギリスでは。という形でここまで全てアメリカかイギリスの大学ですね。やはり英語圏は強いと。それに対して8位、 ETH チューリッヒ、スイス連邦工科大学。 ETH ズーリック、チューリヒってズーリック、スイスフェデラルインスティテュートオブテクノロジーですね。チューリヒの街ね、カナダ留学してた時に一人友達が出身で、その友達に会いに行ったことありますけど、めちゃくちゃ物価が高かったね、ほんとスイスは。超しょぼいホテルでもうかなり高かった。屋根裏部屋みたいなとこ泊まったんだけどね、1万何千円だったね、一泊ね。英語じゃないのも出てきましたね。ズーリックはドイツ語圏になりますね。で、次は UCL。 はい、もうこれも超有名ですね。 University College London ですね。また英語圏イギリスで、そして10位が University of Chicago。はい、こいつも超有名ですね、シカゴが。この辺がベスト10となっております。で、その他のね大学を紹介する前に、日本はどうなってるのかっていうのを見ていきましょう。はい、1位は東京大学、23位です。 The University of Tokyo は23位に入りました。そして次が2位が京都大学、33位ですね。そして3位に東京工業大学、大阪大じゃないんだ、東工大が入りましたね、56位。そして4位が大阪大学、阪大、75位。そして5位が東北大学、82位。6位、名古屋大。おー、なるほど。118位。やっぱ9帝大強いですね。次も9大、137位。北海道大、145位。あ、やっぱもう東工大以外は全て9帝大ですからね。そして、9位が慶応大学。おめでとう。201位。そして、早稲田が203位。ということで、次第のトップ2つが90位に入ってるという感じで。おー、なるほどね。世界ランキングの続きいくとですね、11位に National University of Singapore and US ですね。はい、シンガポールが入るんですよ。だからアジアナンバーワンはシンガポールの大学なんですね。12位もそうですね、南洋テクノロジカルユニバーシティシンガポール NTU という形でシンガポール2個入る。はぁ、すごいな。で、University of Pennsylvania、あ、ペンシルベニアね、が入って、14位がエコールポリテクニックフェデレルデロサンヌ、わかりません、合ってるか全然。ローザンヌ大学ですね。EPFL。スイス連邦工科大学、ローザンヌ校ですね。こっちはフランス語圏の方ですよね。エコール、学校ですから。フランス語は結構読めるんですけど、発音わかんないです。で、同率がイェール。
はい、イェール大学ですね。ヒール・ユニバーシティ、アメリカ。やっぱアメリカ、イギリスだね。次もそうだね。ユニバーシティ・エディンバラだから。で、17位が、はい、あ、中国ですね。ティンファ、ティンファユニバーシティだから、清華大か。そうですね、最近は北京を抜いてるんじゃないかって言われてますね。で、18位が北京ユニバーシティ・ベイジンですね。北京大学という。で、シンガポール、中国と来てるわけね。で、コロンビア、あ、コロンビアここ。宇多田ヒカルとかね。プリンストンね、はい、超有名。はい、次はコーネルユニバーシティ、はい、コーネル大学ですね。これも超有名。で、次はユニバーシティ・オブ・ハンコン入りました。香港が22位。で、ここでユニバーシティ・オブ・トキオ、ジャパンが入るわけですね。あー、レベルとしては23位。同率でユニバーシティ・オブ・ミシガン・アナボーか。ミシガン大学。あー、協調者にいるな。25位にジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティがあって、で、ユニバーシティオブトロント、カナダが入りました。27位が、マギルユニバーシティと、オーストラリアンナショナルユニバーシティ、はい。オーストラリアが初めて入りましたね。ノースウェスタンユニバーシティ、フダンユニバーシティ、はい。フダン大学、上海か。で、ユニバーシティオブカリフォルニア、バークリー。バークレー、とってもいいところです。初めて UC が入りましたね。まあそうだね。UC の一番上はバークレーですから。ここで、京都ユニバーシティが来るんだ。あ、バークレーと京大が同じぐらいなんだ。なるほどね。香港ユニバーシティオブサイエンステクノロジーが来て、キングスカレッジ。ああ、いや、有名ですね。そして36位にソウルナショナルユニバーシティという形でソウルがやってくる感じか。なるほどね。こんな感じなんですね。アジア見てみましょうか、じゃあ。もうすでに何個も出てましたけど、出てきたのが1位、シンガポールの National University of Singapore in the US。で、南洋 Technological University。で、中国の清華、北京があって、University of Hong Kong が来て、アジアで6位が東大。で、フーダン、上海でしょ。で、キヨト。8位か、アジアで。で、9位が、香港 University of Science and Technology。で、10位が、ソウルナショナルユニバーシティ。で、11位、The Chinese University of Hong Kong。あー、香港の韓国が11位。で、KAIST、あー、はいはいはい、韓国の理系のトップですね。Korea Advanced Institute of Science and Technology ってね。次が、Zhejiang University。上海ジャオトン。で、City University of Hong Kong。で、ここだ。16位か、アジアで。東京インスティテュートオブテクノロジー。東京テックですね。東工大。16位、アジアで。で、マレーヤ。The Hong Kong Polytechnic University。National Taiwan University。ああ、台湾。で、20位が、Korea University。ああ、はい。高麗大学ですね。21位、大阪 University。で、22位が、四星 University ですね。まあ、四星っていうのが、まあ、慶応に当たるような感じで、74のコリアっていうのは、高麗大学が、早稲田に当たるような感じですね。で、ポハン University of Science and Technology で、あ、これがまた、韓国で、で、東北 University という形になりました。ああ、アジアはこんな感じなんですね。なるほど。はい。まあ、ぜひですね、気になった方はですね、ランキング見てみてください。どうでした？はい。面白いランキングだったと思います。はい。どう思いますか？ぜひ、コメント欄でご意見を聞かせてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.